えっと皆様、お忙しいところをお集まりくださいまして、ありがとうございます。えっと、ただいまより、立命館大学アートリサーチセンターのえっと研究拠点形成支援プログラムのえっと研究プロジェクト、それからえっと文部科学省国際共同利用共同研究拠点、日本文化資源デジタルアーカイブ国際共同研究拠点の各プロジェクト。 によりますえっと合同のえっと2022年度成果発表会を開催させていただきます。えー、それではまずあの開会に先立ちましてえっと本学映像学部教授そしてえっとアートリエセンターセンター長でいらっしゃいます、えー、細井幸一先生にえっと開会の挨拶をお願いいたします。はいえー、皆さんおはようございます。 えー、今年しも,もう早いものであの、この成果発表会を行うあの季節になってまいりました。えー、冒頭の,あの開会の辞すは、ね、通常、センター長のが行いますが、あの赤門先生、アメリカ出張中でちょうどちょうあの冒頭のところの、えー、こ,この辺に間に合わないということで、あの私の方からっと一言あの、お手元、ちょっとプロ,ジェクあのプログラムをご覧いただくとお分かりになりますが、 えー、本日からですね、2日間にわたって、えーまあ、ざっと見ても、えー、中規模な学会のようなクラスの、えー、報告が、えー、目白押しになっております。でいずれの,あのご報告もですね、あの研究拠点形成と、まあ、それから国際の拠点プロジェクトであの1年間あの積み重ねてこられた。 成果のご発表ですのであの15分という非常に短い時間の中で発表いただくということで、まあ、大変ちょっとご無理をお願いする形にあのなってるのではないかなという点をあの恐縮をしております。で、えー、そういうことですからあの、えー、とそれぞれの、まあ、プロジェクト、まあ、コンパクトにあの恐縮ですが発表いただくことになりますが。 ズ、えーム、まあ、での開会という形式の利点もです、ねえー、考え合わせてです、ね、このミーティングのチャットのところに、まあ、質問であるとか、あるいは、まあ、コメントであるとか、えー、あるいは、えー、何か、まあ、参考になるようなあのお話がございましたら、まあ、書き込んでいただくというようなことを思ってです、ねまあ、短い時間で、えー、パンパンパンと流れていくような形の報告になりますけれども、まあ、相互の交流を図って、 まあ研究の成果をまあそのに確認し合うというような場にしていきたいというふうに思っておりますので、えー、2日間あの大変な長丁場になりますが、あのどうぞ最後まであのご協力いただきますようにお願いいたします。はい、えー、私の方からは以上になりますので、えー、もう早速になりますが、あの始めていただければというふうに思います。以上ですね。はい、放送申請ありがとうございました。 えとそれではあの早速、えー、プログラムの方に、えー、と入っていきたいと思います。えー、と各発表の持ち時間は、えー、と15分になっております。これはあの質疑応答を含む時間となっております。そして、えー、発表中にです、ねえー、8分で1ベル、えー、10分で2ベル、えー、15分で、えー、と3ベルをあのシステムの方で、えー、鳴らさせていただきます。えー、時間の厳守の方に、えー、とご協力をよろしくお願いいたします。 それから Zoom、えー、ミーティングで視聴されている方のほかに、えーと、YouTube 配信をご覧になっている方がいらっしゃると思うんですけれども、えー、YouTube の方では、えー、と一部、えー、発表内容の都合によりまして、配信を行わない発表がございますので、えー、とあらかじめご了解いただければ、えー、と幸いです。それでは続きまして、えー、と世界の日本文化資源データの、えー 駆動空間の構築ということで、えっ、ー、と、代表者は、えっ、ー、と、音楽文学部の赤間先生でいらっしゃいますが、えっ、ー、と、本日は、えっ、ー、と、文学研究科の、えっ、ー、と、戸塚しおりさん、あたかのぞもさん、平野梨紗ささんも、えっ、ー、と、登壇してご発表いただきます。よろしくお願いいたします。うん、すいません。えっ、ー、と、聞こえてますか聞こえてますかはい、大丈夫です。<laughs> ませんちょっと喋り始めようと思ったら、ぜ <laughs> ひまま、えー、今あの、ご紹介ありました通りの題名で発表いたします。えー、であの今、スライドに出てますようなメンバーが、えーと、赤間研究室ということになっていますが、まあ、いろんな方からご協力いただいておりますので、これから漏れてる方も実はおりますが、えー、とスライド、今ないですね。 この文化情報をデータ駆動させるレイヤーをご紹介しながらですね研究室のメンバーがどのようにして文化情報を活用して世界レベルのデジタルヒューマニティーズ的研究につなげていくかという話になっていきますが基本となりますのは皆さんも もうあの言うまでもなくというかですね、えー、アトリサシセンターはまあ,あの世界中の日本文化機資源のアーカイブをしています。実は私も、それから今日発表する何人かも、えー 今あの私は今、シカゴにいますし、えー、バークレーの方にもまあ何人かあのいます。で、えー、現在もさまざまアーカイブを続けているんですが、実際そのアーカイブをするだけじゃなくて、どのように活用していくかっていうことが大事になってくるかと思います。えー、ということで、えーと、この3つですね、奈、え、良、ー、の文化資源アーカイブ、それから、えー、衣装デザイン時点のアーカイブの構築、それから、えー、江戸中期歌舞伎情報アーカイブ、 アーカイブの構築ということなんですが、それぞれの意味付けとしては、文化資源の DX がどういうふうな考え方なのか、それからあのジャンルを超える、えー、ランゲージ空間というのができないと、えー、結局、アーカイブしても、えー、自分の分野だけに限られてしまう、そこのところをこう広げるような活動、それから実際に、えー、情報がこう。あ アーカイブされて大きく循環空間が出来上がってくるという様子を発表していただきたいと思いますはい、それではお願いしますはい、えー、最初の報告は後期課程3回生のあたかのズームが行います、えー、文化奈良文化資源アーカイブの構築資源を情報に価値転換する方策についてお話をします 文化資源とは何かを考えるときに、美術史のように、ものそのものを研究対象とする学問と比較すると分かりやすいと思います。美術史は例えば、仏像というオブジェを直接研究対象にします。また、そのオブジェに関する文字資料を探し出して、もの研究の補完とします。一方、文化資源的な研究方法は、ものから一旦離れて、周辺にある資料や伝説など、 言説を記した紙資料からものに迫ります。視点が違うので、同じものを研究しても違う研究成果が出てくると思います。ものをめぐる文化資源をどのように捉えるかでさまざまな論点が出てきます。そのユニークさを追求するのが文化資源的研究だと発表者は考えています。えー、お願いします。次をお願いします。はい 発表者は ARC の豊富なデ,デジタルデータベースを活用して、奈良に関する文化資源を省略する奈良文化資源アーカイブを構想しています。そのうち ARC 古典籍ポータルデータベースを使った近世奈良古典籍アーカイブスと題したデータベースを個人的に作成しています。今お見せしている画面です。これはポータルデータベース から奈良に関する様々なキーワードを検索して集めたものです現状160の主に江戸時代の古書籍絵画版画などを収録していますまた奈良関係の浮世絵や版画すりものなどを集めた奈良関係浮世絵データベースやそれらの文化資源を時系列に並べ直す奈良文化資源研究年表も合わせて用意しています これらは膨大なデジタル資料を目的のためにリサーチするベースとなるものです。現在、特に自社の略演技などは十分に集められていません。できるだけ多くの言説を集め、奈良における当時の人々の営みを明らかにしたいと思います。次お願いします。今申し上げたことを図で示すと、画面のようなイメージです。 文化資源という言葉はまだなじみが薄いですが、デジタル化された古書籍、浮世絵版画、古写真などすべてデジ、すべてデジタル化された文化資源です。それらの資源を情報として活用するために、一定のテーマに絞り、再集積することで、なら文化資源データベースとなります。さらに、情報としての精度を上げるために、統合、編集という作業を加えます。そうすることで、 地ののののススタンダーーードへアアプローチを容易にすす。るるるなら、文化資源、アーカイブとえもががで現在の我々が昔の時代のものを読んでその時代の地のスタンダードを体感することはとても難しいことですしかしデジタル化の進展によりそのインフラは徐々に整備されリテラシーの問題は残りますが以前に比べれば自ら手を伸ばせば届くところまで来ているのです 次お願いします。現在発表者が進めているのは、集めた7の古典籍を時系列に並べて年表化する作業です。資源情報を価値、資源を情報に価値転換するためのツールとして、年表化は大変効果的だと感じています。年表化することで新たな問いを発見し、それを追求していくという研究の連環を作っていくことが、 なら文化資源アーカイブス構築の目的であり、それを目指して今後も取り組んでいく所存です。以上です。えっと D1 の平野です。続きまして、私からは現在構築を進めているデザインアーカイブのプロジェクトにおける現状についてお話しします。 デザインアーカイブでは絵画や工芸品など作品の媒体にかかわらず表現された膨大な衣装や装飾を素材を含めてアーカイブし客観的な基準を持ったデザインに関するデータ基盤の構築を目指しています。 デザインアーカイブの構想としては ARC の多様なデータベースにある資料から衣装やデザインを素材単位で切り抜き衣装をデザイン時点としてデータベース化し切り抜く前の元資料が登録されているデータベースと連携させます衣装をデザイン時点では切り抜いたデザインの素材についてのさまざまなデータを付与することでデザインに関する思想らす的機能やデザインの名称が不明であっても検索できるようなイメージによる検索さらにいろ,いろなカテゴリーによる同グループ事例検索などを行うことができ ようにししていいまますす次のスライドお願いします現状、衣装デザイン辞典に登録している資料は ARC の古典籍データベース、近代書籍データベース、作品資源データベースから図案集や文様辞典などの紙資料を、文化資源データベースから織物や工芸品などの立体物資料を上に表現されたデザインをそれぞれ素材ごとに画像を切り抜き登録しています次のスライドお願いします。 以上デザイン時点にはこれら4つのデータベースをそれぞれ連携しており衣装デザイン時点に登録している素材画像は切り抜く前の元,元画像がすべて他のデータベース上にあるので元画像のデータに飛ぶことができるようメタデータにリンクを貼ることで素材データの原点にたどり着くことができます。 数多く出版されている冊子のデザイン時点ではどこから切り取ってきたデザインかわか,からなく参考になるだけという場合も多いですが、衣装デザイン時点では原点にたどり着くことができ、どうしてそういう用語が使われたのかということなどを確認することができるのが強みです。また、デザイン名称においては同一デザインであっても多様な呼び方や書き方が存在しており、デザインを 検索する上で、キーワードにする単語は検索をする人のイメージによって異なるということも多いですが、察したいのデザイン時点ではそれらを全てに対応することは難しい面があります。 そこで衣装デザイン時点では、どのような検索キーワードでも対応できるよう、別称や旧字体、素材を大中小3つのカテゴリー、例えば桜であれば大カテゴリーは植物中、中カテゴリーは花、小カテゴリーは桜といいように分類し、タグを付与することで、どのような名称やグループによる検索にも対応できるよう、メタデータ項目や入力方法を検討しています。次,スライド次のスライドをお願いします。 その方法の一つとして、衣装デザイン地点では大きく2つの検索方法、1つ目は作品からの検索、2つ目はデータベースからの検索を行えるようにしています。作品からの検索では、先ほどの第一、中小カテゴリーで付与したデータをタグをもとにすりぼり込む形になります。作品のインデックスについてはいろいろな方法が考えられるので、今はスライドの左側に表示している画像のような形で運用を試みますが、まだ課題も多いため、今後改良していきます。デーータベースからの 検索ではデザイン名称からだけでなく様々なカテゴリーからの検索にも対応できるようにしています。現在ではこのような文字による検索しかできませんが、今後 AI による類似画像検索のような検索方法 <noise> 今日デザイン時点の画像はかなり単純化しているため比較的うまく運用できるのではないかと考えており画像検索機能も検討していきたいと思っています以上がデザインアーカイブの現状となりようやく構想が見えてきましたので来年度も引き続き構築を進めていきます私からの発表は以上ですありがとうございました次をお願いします ございますえー、それでは博士子育庭1年の戸塚から発表させていただきます。えー、まず私自身は「天命歌舞伎と勝川派の役者へ」というのを研究テーマにしているのですが、えー、この歌舞伎研究においては誰がどこで何を演じていたのかという役者の来歴情報が非常に重要でありそれを調べられるデータベースが望まれます。 現時点で役者の来歴情報に当たることができるデータベースに ARC の人名、作品名、出現転居資料データベースがありますが、情報量が圧倒的に不足しています。そこで取り組んでいるのが番付役者情報データベース化プロジェクトです。番付とは歌舞伎の興行を一般に向けて宣伝し、上演内容や配役などを記した印刷物で、現在特に注目しているのが現代のポスターにあたる辻番付と、狂言の内容を絵入りで記した絵本番付です。 本プロジェクトは今までアーカイブされてきたこれらの番付に支持された役者の情報をデータベース化し、さらにアーカイブ化することで役者の来歴情報を蓄積することを目指しています。次のスライドお願いします。アーカイブ状況について説明します。まず辻番付にはここにあるような役人会なという繁栄一覧がありまして、この情報を蓄積しました。ARCDays でもお話しした本取り組みは現時点で中村座16年分。 番付110点の情報入力を完了しており、約4000点の情報が蓄積されました。1774年の例を挙げますと、この年、転居データベースには91件の情報が入っていましたが、今回239件の情報が新たに蓄積されたことで、1年あたりの情報量が330件に格段に増加しました。次お願いします。次のスライドお願いします。 え次に新しく取り組み始めた絵本番付の場合ですが、えー、辻番付のようには、反訳が一覧されておらず、描かれた役者の姿を主として、その近辺にランダムに役者名、役名が記される形になっています。えー、辻番付の場合には、データベース形式に直に情報を蓄積していたのですが、役者の絵が重要な情報となる絵本番付の場合は、この方法,方法が適宜しません。えー、そこで、まずイメージノート機能を用いて役者の絵を切り抜き、 その切り抜きごとに情報を蓄積する形をとりました。イメージノートに蓄積されたデータは CSV 出力可能なため、これによりデータベース形式の情報も得られますし、描かれた姿という情報もイメージノートの中に残すことができます。次のスライドお願いします。最後に今後の展開について紹介いたします。本プロジェクトは網羅的に来歴をたどれるデータベースの構築を目標としており、 まずは蓄積された情報を転居データベースに統合し、これを実現することを目指します。しかしそれだけではなく、今回蓄積したデータをさらに循環的に活用することで駆動型の研究への発展が可能だと考えています。例えば、転居データベース以外のデータベースにも情報を拡充連携できます。向かって左の表に挙げた沢村歌川という役者は、現在忘れられてしまった役者の一人です。 しかし、今回、この茶色マーカー部分のように、格段に情報が増えたため、来歴が終えるようになり、人物名データベースなど、現在情報がないデータベースに項目を加えることが可能となります。また、転居データベースと番付データベースのリンクを作ることにより、瞬時に転居に戻って確認ができる利便性から情報の利活用が促進できます。また、実際の調査への活用も考えられます。 例えば役者への場合、役者名と役名が記されていれば、データベースで検索するだけで制作時期の特定ができるようになりますし、役者役名の記載がない場合でも、本番付の絵から絞り込みが行えるようになる可能性があります。このように本プロジェクトで作成するデータベースは、データ駆動型の研究に活用できる、株舞研究に有用なデータベースになっていくことが期待できます。2日からの発表は以上です。ありがとうございました。 はい、そしたらまとめとしましてです、ねえー、今、まあ、あのスライド見えましたけれども、わ、え、れ、ーまあ、我々がやっているあのデータの構築、それからそれ,それの運用、えー、それから、えー、情報発信というのがです、ね、えーまあ、一番大きいところで見てもらいますと、まずデジタル化という活動があって、 でそれがまあデータベース化されて、まあ、いわゆるデ,あのデジタルアーカイブと呼ばれるのは、この2つの部分だと思われるんですが、でそこを使うことによって、それぞれのテーマでの論文、あるいは我々はあは美術系であったり、まあ、文学系であったりするわけですが、まあ、展示ができます。で、その展示したものからまたさらに次の,あのグループが出来上がっていって、あるいはその前の,あのグループがあって、お互いにこう連動しながらです、ね、どんどん成長していくというようなあの活動で、それを今展開しているということです とことになります、えー、時間過ぎましたので、これで終了したいと思います。どうもありがとうございます。はい、ありがとうございました。えっ、ー、と申し訳ございませんが、あの後時間終了しておりますので、えっ、ー、と質疑応答はえっ、ー、と割愛させていただきます、えー。皆さんどうもありがとうございました。えっと続きましては、えっ、ー、と。こちらはえっ、ー、とコラボレーション型プロジェクトのご発表になります。えっ、ー、とデータ駆動型による浮世絵データベースの実践的活用。 活用環境の構築で、えー、前田明先生と,、えー、と赤間亮先生の、えー、とプロジェクトのコラボレーションです。それからお二人の先生に加えまして、えー、情報理工学研究科のワンさんも、えー、とご登壇されます。それではよろしくお願いいたします。はい、えー、情報理工学部の前田です、えーとクラ。コラボレーション型プロジェクトの、えー、発表を行いたいと思います。 よろししいでょ私からはですねあの、研究の概要を紹介しまして、えー、その後とで、大、え、津、ー、さんの方から、えー、実際の研究の内容を紹介させていただきます。えー、とまず、研究の概要ですけども、えー、この研究では、えー、ARC の浮世絵ポータルデータベースを基盤としまして、えー、文化資源としての浮世絵の可能性を高めるようなさまざまな活用。 のえー、手法について、えー、コラボレーションで研究開発を行っております。で、えー、と人文系、それから情報系のそれぞれの専門家から、えー、情報提供、共有、それから意見交換を行うことで、えーまあ、効率的な研究を進めるという形で行っています。で、具体的には、えー、情報学側からは、請、えー、け負い画像の検索ですとか、まあ、推薦、それから、まあ、データベースの構築に関わる。 情報処理技術を提供して人文系の方からは浮世絵についての専門的な知識あるいはメタデータの提供をいただいて研究を進めておりますできょご紹介する研究としては情報理工学研究科の王さんから顔画像特徴顔特徴を用いた深層学習による浮世絵の絵の識別と。 いう研究を紹介させていただきます。では、大さん、お願いします。はい。では、あの画面共有させていただきます。えっと、えっと、本日は、顔特徴を用いた心臓学習によるえっと浮世絵師識,識別に関して、今までの研究経緯を紹介したいと思います。えっと、 まあ、浮世絵に書かれた人物の顔を数理的に分析するはずっと研究してきた方でこの引用にか書いてあるように、えー、とこのような、えー、と数理的分析により顔 A と顔 B がどれくらい類似するかをあの数字化できるようになります。えー、と本研究の主な目的は深層学習を用いて 浮世絵顔の分析を行って、そして浮世絵師の識別、えーと、類似顔検索、えーと、類似作風検索などのデータベースの応用につながること,がで,あつながることですで、まあ変。今研究に扱うデータは ARC 浮世絵、えー、と顔データセットで、えーと、その中に1万枚程度の画像とその情報が含まれています。 えっと、データセットの作り方に関してもう少し言うと、入力画像の顔範囲を自動的にあの取り出した後に、えっと、サイズ、ドイズと回転も行いました。えっと、今回、えっと、最後に反映した、えっと、データはこのようになります。左にはあの顔画像のファイルと あの右にはあの対応するメタデータです。こういったデータであの今回の A 式別の研究を行いました。えっと、今回は転移学習という真相学習の手法で A 式,の式別を試してみて、転移学習というのは、えっとまあ、定義だと一般的大量なデータセットを用いて事前訓練したモデルを対象のデータで最適化されるという。 あの手法です、えーとまあ、その主なメリットとしては、高精度を出すための必要な訓練データが少なくなります。本研究に利用するモデ,モ,デモデルはこの2つの種類に分けられます。1つは一般的な画像分類モデルでもう1つは顔認識モデルです。 えっと、本研究における興味の一つは、浮世絵画像、浮世絵顔画像を一般の画像として扱うべきか、あるいは顔,とし顔画像として扱うべきかを解明することです。で、次に、あのまずは実験設定を決めるために、データセットの、えー、とエッシュラベルの統計を確認しました。データのバランス、まあ、結果から言うと、あの、 そのアンバランスの、えっところを注意したいと、いろんなモ,モデルの問題、例えば価格集が起こ,しやすあの起こしやすいということが分かりました。えっと、なので、最初はできるだけそういった影響を避けるために、少数のッシラベルで実験を行いました。えっと、ここではトップ5のッシラベルを使,を使って訓練させました。 えっと、で、最初、えっ、ー、と、まあ、使った、えっ、ー、と、データは右の分布のように、えっ、ー、と、画像枚数は4000枚程度で、モデルのパラメータはそれぞれのデフォルト制定です。えっ、ー、と、初期事件を踏まえ、あ、すみません。いくつの常用なモデルを試した結果なんですが、えっ、ー、と、 レス,レスネットシリーズとデスネットのシリーズは、えっ、ー、と、AC、識別のタスクにおける精度が高いことが分かりました。その中、レスネット152、この、この行ですね、は、あの、本タスクの最高の精度に達しました。 えとさらに初期事件を踏まえて、シラベル数を増加して、モデルの精度は落ちるかどうかを拡張事件で確認しました。シラベルの画像枚数差が大きな場合、ダウンサンプリングとオーバーサンプリングを行って、アンバランスの副作用をあの抑えています、えーと拡張えーと。拡張事件の結果から、 あのクラス数が増加するとですねあの、ま、ここは10、30、50、100のクラス数を設定しましたんですけど、電子百161モデルは RESNET152、えっとえっと、モデルより、えっと、良い成果が得られました。最後はこれは一番、まああの、クラス数が100のどこ ときに、一番高い制度を得られたのはこちらです。えっと、まあ、あの、クラスが増加すると、あの、制度が落ちることがやっぱりあることが確認できてます。えっと、まあ、予測ではこのようになりますが、良い例は、 まあ、もう完全に問題なく検出できてます。で、悪い例としては、まあ、10個開けてるんですけども、えっ、ー、と、そ,それだなぜ悪くなるかはまた不明ですけども、まあ推測、一応推測としては、あの作風があの類似する人、類似する絵師は間違いやすいことかもしれません。えっ、ー、と、で、さら、あの、 まあ、追加事件では近年話題になった VIT、Visual Transformer モデルを用いてあの AC 識別タスクにけんあの転移学習をしたのと,、えっと、顔認識モデルを用いてあの転移学習をもあの行いました。Transformer、まあ、というのは もともと事前言語処理領域ですごく強いモデルで、最近の,、まあ、あの皆さんご,ご存知かもしれないですけど、あのチャット GPT もそれに基づいて開発したモデルとサービスです。えー、と2020年の時,時に、Transformer ーーは画像領域でも炎上して、いろんなタスクで記録を更新しました。まあ、今回でも、まあ、このウィートモデルはあの浮世絵 エッシキペースタスクではどうなるかを試してみました。まあちょっと残念ながら精度はウェスネットシリーズと、まあデンス n e トシリーズより低いんですけども、あのえっと、でもあの訓練データセットでもう100%の精度に達しました。まあえっとまあ、精度が悪いのは 有用な特徴は抽出できてないのが考えられますあで。そして顔認識のモデル方法に入りたいと思いますが、まずは顔認証と顔認識の区別を紹介したいと思います。えっと、顔認証は、2、えっと、つの写真は同一人物であるかどうかを判断することで、あの顔認識は、あの ある人はどなたですかを推測するタスクです。だから、あの浮世絵師識別はあの顔認識にしています。あのフェスあの今回はフェスネットをもあのもあの利用しましたんですけれども、 あのまあ、フェスネットは、ブレスネットに基づいて開発モデルなので、あの本タスクにもあの、えっと、高い、まあ、良い結果,結果が期待されていますけれども、まあ、結果としては一応今までの精度はあんまり良くないんですけども、えっと、ただあの、初期の精度が低いのはおそらく、あの えっと、事前訓練に使われた写真、顔はあの浮世絵顔の特徴はどこになっていることがあの推測できますが、もしあのあの浮世絵ともっと似たようなあのデータに変換して良くなることが多分あるんです。で、まああの、訓練開始からせ あの最後まで精度がかなり上,上昇できるのはモデルの学習能力が高いということも示しています。えー、っと、まあ、今までの研究経緯はここまでですが、今後はまず、まあ、例えば漫画のデータセット、アートのデータセットなど、他の浮世絵と類似する大規模なデータセットを事前トレーニングとしてモデルを行う。まあ を利用してさらに転移学習を行うことも試したいです。えー、とそしてデータを拡張して、まあえー、と役者識別もあの試したいと思います。えー、と本日の発表は以上でご清聴ありがとうございました。えー、と最後にあの赤間先生の <laughs> 一言お願いしたいですけどよろしいでしょうか。はい。えっ、ー、と、まあ、あの、私たちセンターの えー、浮世絵アーカイブをまあ活用して、えー、いろいろ実験してもらってるんですけれども、まあ、それがまたあの浮世絵の,あの、えー、と効率的な分類であるとか、えー、と検索、えー、あるいは何、えー、て言うんですか例えばその浮世、えー、と役者を役者が同じ書かれているのが同じ人かどうかっていうのはあの同じ人っていうのは絵師の方じゃなくてねこの,絵師この役者さんと 書かれたこの役者さんが、まあ、同じ人なのかどうかっていうのはあの意外と難しくて、はい、役,役柄があの変わっていたりあの女形と、えー、あの立役男役の場合に書き方が違ってて、えー、同じ人なのにおそらく絵師としては骨格等はまあ同じように書いてるんだけれどもあの認識する側人間側としてはなんか違う人に見えるとかね。 まあそういうことなんだけれども、それは、その書き方というか、化粧の仕方とかによって違ってるのかどうかあのっていうようなことも機械を、機械の方の判断が,、えー、が出てきて、でまあ、人間の方はまは慣れてる人にとっては、え何、ー、とか先ほどの崩し字みたいなのと同じで。 あのプ,ロにプロにとっては、あの女型であろうと、男役であろうと、あこれ、これがこの人なんだっていうのが分かるんですね。であのところがその、それが分かるのは、非常に限られた人ですね。日本で何人かしかいないっていうような世界になってくるわけですね。でまあ、そういったものの,あの、なぜそれが認識できるのかとかっていうようなことの実験あの、えー、を解明するような。 あの材料にもなるのでさまざ、あ、まな可能性があるかなというふうには思っています。でちょっと質問なんですけどあの漫画と、えー、あ漫画は分かるんですね、まあ、あの浮世絵と同じで時代が違うだけっていう感覚だと思うんですがアートっていううのはどういう意味なんですか今は公開されているアートのデータセットが多いのが一つのとあの、まあ、浮世絵は、まあ、あのもうあのアートの一つとまあ という考えっと、絵画っていうことですか<う>アートっていうのはあの、あのまあ、あの、決ま,決まったとあの種類のアートではないんですけれども、今ネット上の、まあ、アートのデータセットは膨大なデー,タ、まあ、データはもらえる、ねあまあ人物。人物がもう多い想像がとかっていうそういうことですね。そうです、まあ、はい、人物と描いた絵画、芸術、ああ 美術作品、なんかそういうような意味の概念でア、ね、ートとか、あとはけ、い、あのあの広い範囲ですよ、ね、はい、そうですね。そうするますます応用範囲が広がるっていうことだと思いますね。はい、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、えっ、ー、とそれではえっ、ー、と時間になっておりますので、えっ、ー、とこのコラボレーション型プロジェクトのご発表はえっ、ー、と終了ということにさせていただきます。どうもありがとうございました。 えっと、続きまして、えっと、同じく前田先生が代表を務めていらっしゃいますプロジェクト、えー、文化資源データベースの、えー、多言語データ統合につきまして、えー、前田明先生、それから、えー、と情報理工学研究科の三木さん、それから、えー、と学士の、えー、と李さんからご発表いただきたいと思います。では続きまして、えーと、個別型のプロジェクトについての発表。えー 報告をさせていただきます、えー、とこちらの研究の概要ですけども、あのまあ、先ほど、トリセツセンターの企業データベースを対象としてましたけども、まあ、それを含めた ARC の所蔵資料のデータベースを、えー、まあ中心として、えー、外部機関所蔵の文化資源データベースも含めて、えー、まあ大規模なデータ統合をまあ実現したいということです。 で具体的には、えー、自然言語処理技術、それから、まあ、先ほどの研究でも出てきた画像処理技術を中心とした情報技術を活用することによって、まああのー、最終的には多言語による高度な情報アクセスを実現したいというふうに考えております。で、えーとまあ、現時点ではですね、ARC の所蔵・浮世絵データベースを対象としてますけども、えー、あ,あと一部ですね、あの外部の情報として、 えー、日本人名辞典というものも、えー、研究の対象にしてます。で、えー、今後はですね、まあ、それ以外の外部のデータベースとの統合利用というところにつなげたいというふうに考えています。で、今日ご紹介する研究は2つで、まあ、1つ目は、えっ、ー、と、えー、と研究、うちの研究室のミキさんからですね、えー、こういう表現抽出手法を用いた、えー、古典文書。 えー、具体的には役者評判機からの歌舞伎役者情報の自動抽出の研究でで、えー。続いて、えー、日本学術振興会の特別研究員の李さんから、えーまあ、先ほど言った日本人名辞典から歴史・人物情報を抽出する研究について、えー、紹介させていただきます。はい、では、まず先にミッキーさんの方からお願いします。 立命館大学情報理工学研究科の三木啓太です私の研究は古典、えー、表現抽出手法を用いた古典文書からの歌舞伎役者情報の自動抽出です、えー、研究背景として古典文書の出版の際のアンテーション作業や作品作成作,作業は専門家による手作業が主流になっています それには人事コストや時間的コストが大きくかかります。そこで研究目的,と目的として古典文書からのアノテーション、作品候補となる後の事情抽出を行います。特に本研究では古典文書役者評判機から作品候補となる歌舞伎役者役名の事情抽出を行います。研究対象の資料として役者評判機について説明します。江戸時代から明治初期まで発行された歌舞伎役者の批評書です。 江戸京都、大阪で発行されていました。役者評判研究会98の方々によってデジタルテキストが本国されています。私が研究で使用する資料は第2期と第3期のものを使用します。提案手法として固有表現抽出を行います。固有表現抽出はテキスト内に存在する人名組織といった固有名詞や時刻、数値といった数値情報のような特定の属性を持つ情報の 抽抽出出を行う情報抽出技術ですそして、固有表現抽出機として b ー r t とバ i レ s m c r f を使用します。BART はトランスフォーマーのエンコーダーを複数層重ねたアーキテクチャで、各層を不層方向から学習することで高い性能を実現している手法です。そして b ー r t は事前学習と追加学習という2つの学習ステップを要します。まず、アノテーションがないテキスト集合であるコーパスによる事前学習を行い、事前学習済みモデルを作成します。 そして、全学習済みモデルに対して、タスクに応じた教師ありデータセットによって追加学習を行うことで、タスクに応じたモデルを作成することができます。本研究では、こういう表現抽出タスクのために、役者評判機から、えー、教,教師ありデータセットを作成し使用、作成使用し、こういう表現抽出モデルを作成します。そして、バイエルス MCRF モデルは、医療文書や科学論文からの専門用語のこういう表現抽出手法として使用されてきた真相学習手法です。 そして本研究ではバートモデルを2つ、バ b i ステ m c r f モデルを1つ作成します。バートモデルは w i k i p e d i a バートモデル、評判機バートモデルの2つを作成します。w i k i p e d i a バートモデルは東北大学犬研究室が開発、公開している日本語版 Wikipedia による事前学習済みモデルに役者評判機を用いて追加学習を行ったモデルです。評判機バート t は役者評判機を用いて事前学習追加学習を行ったモデルです。 バイエルステム CRF モデルは役者評判機によってバイエルス,ステム CRF の学習を行ったモデルです。固有、えー、うう表現抽出機の性能評価として再現率適合率 F 値を使用し10回の交差検証を行いました、えー。左の表は役者評判機、右の表は役名の抽出精度です。実験の結果、すべての性能において評判機ワー,ードが高い抽出精度を得ることができました。 えー、実験のまとめです。えー、評判機バートが最も高い抽出精度を得ることができました。少数のデータであってもバートの事前学習を用いればその文章の特性に応じた事前学習モデルの作成が可能であるといえます。そして歌舞伎役者と役名を比較すると歌舞伎役者の方が平均的に高い抽出精度を得ることができました。えー、役名に比べ歌舞伎役者の方が役者の紹介といった定型文の に近いいい形ででされれてるるものが多いためであると考えられますまた、事前学習を用いて、えー、用いられた、えー、コーパスと違う時代のコーパスであったとしても、特定の文書構造を持つものに関しては高い抽出精度を得られることが分かりました。まとめです。えー、古典文書からの固有表現抽出をは、えー、同年代のテキストで事前学習することで、大規模コーパスを用いた現代語の事前学習済みモデルより高い抽出精度を得ることができました。 古典文書からのこういう表現抽出において、バートモデルは効果的な手法であると言えます。そして、この手法は他の古典文書にも応用できる可能性が高いと考えられます。今後の課題です。今後の課題として、モデルの抽出性能の向上が考えられます。それにはデータ量を増やす、モデルのパラメータの調整、そしてトークナイザーの性能の向上が考えられます。また、辞書マッチングなどを用いることによって、より高い精度を得られることも考えられます。 考えられます。以上で発表を終わります。はい、では続いて李さんからお願いします。はい。うん、じゃ私が発表します。<coughs> あすいませんはい。医学研究においては、人物人物療法に関する研究は非常に重要と考えられます。 私たちの研究グループでは、えー、と萩谷市の日本人名事例を研究対象として、えー、と人物の情報の収出や可視化に関するさまざまな研究を行っています。で、これは、東、えー、く研究グループにいる修士課程の学生さんがつい先に行っているメタ学習による、えー、と人名事例からエンリリ抽収出の研究になります。 で現段階、この研究の問題点といえば、やはり同じドメインに属するデータ不足の制限がありまして、えー、と今後、フィールショート学習の形式調整という方法に検討する予定になります。で、えー、と <laughs> この問題の解決策の一つとして、えー、と今日は私から、えーと、少しだけプロンプトの技術で、大規模健康モデルから情報手術の方法を紹介します。 GPLC を代表とした、えー、と大企業言語モデルは、えー、大量のデータを学習することで,ことで、えー、複数のタスクを対応できています。でも、うん、で,すですけど、えーと、このモデルが大きいなので、そのファンチューニングの、えー、が極めて難しいことがを考えられますで。そのファンチューニングの代わりに、こういう、えー、とインタクストレーニングで呼ばれるモデルが えと事,前事前にす,すでに学習した、えー、と知識により高いセットで取り出せる技術があります。簡単に,簡単に言うと,、えー、と、入力文に追加情報を加えることで、さまざまなタスクに、えー、より正しい出力を取得できます。で、このような追加, <laughs> 追加情報を,あを加えることで、えーと、に工夫することをプロンプトエンジニアリングという 言葉と呼ばれます。で、ここの例のように、声を変えることで、え全然違う翻訳の経過を取得できます。で、これについて、えー、たくさんのえ関連研究がされています。例えば、ここの研究では、異なる、えっと、テンプレートを使うことで、出力の精度向上を示しました。<laughs> で、この手法は、 は、えーと、クエリに与えられた、えー、と <laughs> 例のを増やす、えー、とことで、えーと、より期待される答えを取得できます。で今回、えー、実験の対象とし,たとして選択したのは、最近話題のチャット GPT <laughs> になりますで。このモデルは、えー、GPT-3 と同じ技術を使っており、新しい技術の追加を追加することで、 えと人間の言葉を理解し、自然な変動を生成できます。で、今回は文、えー、語体である、えー、と日本人名辞典のデータで、えー、とモデルに、えー、とエンティティの抽出と,、えー、と人,名人物名の英訳抽出タスクのプロンプトを試しました。<laughs> で、そのエンティティ抽出の例を見ると、その文章に含まれている、えー、と固有表現は、 ほぼ正しく認識されており、えー、と追加システムで、えー、と指,定指定されていたフォーマットにも、えー、正しく記入でき,できています。で、歴史、<laughs> 人ームズ名の英訳抽出タスクについては、えー、とフォーマットを与えることで、えーと、その出力結果の変化をここに示します。で、また、えー、と入力の内容を説明するプロンプで、えー、入力。 入力例を、えー、ほぼ全員正しく英訳されました。で、ここに紹介文も出てきましたが、えっ、ー、と、この中の一つは、えっ、ー、と、残念ですがえっ、ー、と、この中の一つは、えっ、ー、と、正解データと全然違う人の情報になってしまいました。で、専門家により、えー、英訳が付与,付与された、えー、と人名データを用いて、えっ、ー、と、評価を行った結果、えっ、ー、と、調整した <laughs>、その、 調整したプロンプで、えっと、チャット GPT から中毒した、えっと、人名訳は、えっと、Google と TPPR、えっと、から翻訳結果あと比べて、えっと、より良い生徒に至っていることが分かりました。で結果例の活用として、えっと、人物関係ネットワークの抽出を行いました。また、えっと最,えっと、最新技術である、えっと、GraphGPT <laughs> との連携で、えー、と英語版の人,人,間関人間関係ネットワークの構築もでき,できています。今後の,今後の課題について、えーと、今の作業を続けることと、えー、と他,他の大,大規模モデルを対象としたプロ,プ,プロンプチューニングの提案と比較、実験を目指したいと思います。ご清聴ありがとうございました。 はい、発表は以上になります。えー、続きましては、えっ、ー、と演劇上演記録データベースを活用した演劇資料画像検索閲覧システムの構築に関わる研究ということで、えー、代表者でいらっしゃるえー、松竹谷図書館のえー、と武藤幸子さん、それからえっ、ー、と明治大学の、えー、村島綾香さんにご発表いただきます。よろしくお願いします。はい、おはようございます。聞こえておりますでしょうか？ はい、大丈夫です。はい、画面の共有の方も大丈夫でしょうか。はい、大丈夫です。はい、ありがとうございます。えー、本研究代表者のえー、招致講座の図書館の武藤です。本年度もこのように成果を発表させていただけますことを、赤間先生、そして関係者、皆様に心より感謝申し上げますえー、本日の発表ですが、えー、まず初めに武藤から続いて研究分担者の村,村島さんから発表してもらいますので、よろしくお願いいたします。 こちらが本日ご報告させていただく内容ですまず毎度のことで恐縮ですが当館の簡単紹介を簡単にご紹介させていただきます当館は松竹の創業者の一人である大谷武次郎が文化勲章を受賞したのを記念して設立した演劇と映画の専門図書館で今年で開館65周年を迎えます 現在、総数49万点を超える資料を広く一般に公開し、愛好家の方から研究者の方まで広くご利用いただいております。では、本研究についてご説明します。本研究は、演劇資料整理の基礎となる演劇上演記録データベースのデータの精査を行い、その演劇上演記録をもとに ARC との研究共同研究により、所蔵資料のデジタル化を進め、検索閲覧システムを構築し、 ウェブ公開を進めることを課題としております。えー、当館の演劇上演記録データベースとは、主に明治初年から戦前までの東京の記録と戦後の各地の大劇場、および東京の小劇場の上演記録について2001年からデータベース化を始めたものです。本研究ではそのうち戦後から2000年までの上演記録について劇場プログラムなどの知事資料を転挙にデータの精度を上げ、 また、必要に応じててて抜けいいたた、記録を追加しまますまた2001年以降の新しい記録についても随時入力し、データを追加しています。では、なぜ、えー、演劇資料にとって上演記録が重要かということですが、えー、演劇資料は資料全体に何の公行の資料なのかという情報が記載されていない場合があり、資料を整理するためには過去の記録を調査するツールが必要となります。 そのツールがこの上演記録ということになります。また資料を整理する場合だけでなく、成立見の資料を探す場合のツールにもなります。特に歌舞伎や審判のように同じ作品を何度も再演する場合、タイトルだけではいつの資料なのか、そういうことが特定できないため、上演年月や劇場が資料を特定するための重要な機義となります。つまり演劇資料を管理する当館のような資料館にとって、 演劇資料演劇記録演劇記録データベースは、えー、必要不可欠なものなのです。では、続いて22年度の成果についてご報告いたします。まず、演劇上演記録データベースのジャンル別の交渉作業として15年度から引き続いて芙蓉会プログラムにより上演記録の入力と交渉を行いました。 これ件になりま,したまた上演記録データを活用してこれまで目録がなかった過去の舞踊会プログラムの目録データを作成することで、えー、細かいキーワードからの所蔵検索が可能となりまして、えー、例えば本日も実際に閲覧の申し込みがありまして、えー、資料の利用の促進につながっていることを実感しております。 続いて演劇上演記録データベースを活用した画像検索閲覧システムの構築についての成果についてご報告してまいりますが、その前に当館の所蔵資料のデジタルアーカイブ化のモデルについて簡単にご説明します。費用についてはクラウドファンディング、または外部資金などによって調達しています。撮影については ARC、または東京の業者へ委託し、 その画像をもとに ARC で検索エンィラシステムを構築していただき、共同研究で整備した上演記録データベースのデータによりメタデータを入力しています。そしてメタデータが整ったアーカイブを公開するという流れになっております。これまでに左側の6つのアーカイブを公開しまして、現在右側の3つのアーカイブを公開準備中です。22年度の成果として、 まず20年の10月に、えー、公開したデータアーカイブなんですけれども、えー、川上乙次郎貞彌子放映公演アルバムを原作閲覧できる特別資料閲覧システムが、えー、活用されました事例を2件ご報告いたします。川上乙次郎貞彌子放映アルバムとは、えー、新破劇の創始者の一人といわれる川上乙次郎と、えー、妻の貞彌子の一座が明治、明治32年から33年にかけて行った、 欧米への巡業講演に関する講演資料にかを貼り込んでいるアルバム資料です実際にアルバムを閲覧するようなイメージでしかも貼り込み資料も個別に閲覧が可能な素敵な閲覧システムを赤間先生に構築していただきまして2020年に公開いたしました 今期、このアーカイブをご紹介いただく記事を、わらくウェブというウェブマガジンで掲載していただきました。えー、画面のこちら QR コードでページが開きますので、えー、お時間あるときにご覧いただければと思います。また、音次郎が自宅を構えた神奈川県千賀崎市の、えー、図書館で、千、え、賀、ー、崎,崎市美術館の小川館長によるアルバムとアーカイブをご紹介いただく講演会が開催されました。 こちらも QR、えー、ーーコードで YouTube 映像をご覧いただくことができます。続いて、えー、歌舞伎座の戦前の筋書きと絵本番付け、えー、これは劇場プログラムに当たる資料なんですが、このデジタル化を、えー、今期22年のあ7月にアーカイブ公開した件についてご報告いたします。デジタル化の経緯については、えー、2020年のクラウドファインディングで得た資金で、まず ARC で 筋書きの学本の解体をしていただき、赤間先生および赤間研究室の皆様のご協力のもと、約1180冊の土書きをデジタル撮影していただきまして、その画像データに上映年表データベースなどを活用した書士を付与して、既存の芝居番付け検索閲覧システムにデータを統合し、昨年の7月にデータを公開いたしました。 公開のタイミングに合わせてフレスリリースも行いましたが、東京新聞や読売新聞をはじめ、多くのメディアに取り上げていただき、赤間先生にもコメントをいただくなど、取材にご協力いただきました。また、歌舞伎の公式サイトやネットニュースでも取り上げられ、一般の方にもツイートしていただきました。デジタルアーカイブの公開にか対して、広く関心を寄せていただき、えー、実際に番付の掲載の話や、 筋書きをデザインに使用した商品の開発などのお話をいただくようになり非常に成果を感じています最後に来期についてですが歌舞伎ブロマイド検索閲覧システムを公開するための作業を進めています2019年のクラウドファンディングで得た支援金で約1万2 0 0 0枚のブロマイドを ARC でデジタル撮影していただき上演記録データベースなどを活用し現在書紙入力を進めています こちらまた方面での研究において参考にしていただけるようなあ概要にしていただきたいとえしていきたいと考えています。上り窯と工房の三次元計測工房全体を記録する試みにつきまして、えっと文学文学部の木立正明先生にご発表いただきます。よろしくお願いします。あよろしくお願いします。あの文学部の木立です。えっとちょっと写真をたくさん用意したので、もう怒涛のごとく。 あの写真を紹介する形にしたいと思います。あ、声聞こえてますかね。大丈夫ですか。はい、大丈夫です,夫です。はい。えっと、あの、私の研究室の活動概要というのは、主には、あの染色の関係と窯業の関係の二つに分かれますが。主には、とにかく、あの京都の伝統工芸ということになります。で、と、その中でも、特に近現代が主になってきますが、今回については。 えこちらの京焼、えー、のぼり釜の発掘調査と 3D 計測についてあの紹介をします。えっと、初めに京焼のぼり釜と工房の3次元モデルと書いてますがあの、先ほど塚本さんがご報告されたのと同じ原理ですが、f m、MM、MVS による 登り窯の3次元モデルの生成をこれまで5つやってきております。で、あの野生の一軍の窯、上田窯、いろいろいって5番目として五条坂京焼のぼり窯をやったわけなんですが、のぼり窯本体もやりましたけれども、それの周辺の ものも非常に重要であるということで、公募全体をあの記録化していこうというのが今回の試みです。まあ、あの、正直に言いますと、全体がくっつかない、あの部分部分の合成しかうまくいってないという状況ではありますけれども、それでもあの情報量が今までの記録に比べると、あの、かなりあるのかなというふうに思います。 でその先にあのちょっとこう前置きになりますけれどもあの清水焼とか京焼という言葉で言うとあのもう分かってらっしゃる方もいらっしゃいますがあの一つ五条坂京焼のぼり窯を検討する目で大事なのはもともと京都にはわた焼と清水焼の2つがあったということですで清水焼が京都の焼き物のすべてを総称するわけではなくてあの戦前に失われてしまったわた焼きっていうものがもともとは京都の 最も伝統的な焼き物であった、まあ、伝統的といっても江戸時代からなんですけれども、そういったこの2つがあって、これがあの世界大恐慌の煽りを受けて昭和の初期に衰退して今はなくなってしまっている、だから京都の焼き物イコール残った清水焼きというふうになっているんだということをちょっとご承知を聞いただきたいと思います。でこれもあの 分かってらっしゃる方も多いと思いますけれども、これ2005年に撮影した五条坂の写真なんですけれども、もともと五条通りっていうのはあんな大きなものじゃなくて、今現在の北側の歩道が本来の五条通りであったと、あの江戸時代の言葉でいうなら五条橋通りとなりますか。で、今現在国道1号線が走るこのちょっと赤くしたところが、強制疎開で1945年の3月から4月の間に撤去されて、 あのその後空き地となりしばらく放置された後国道1号線が来るという形になり五条坂の半分が破壊されてしまったという記録になります。でまあそれ,それでも南側は失われたけれども北側の北側については町並みが長く残ってきたんですが残念ながらあのインバウンドその他のことでどんどん町並みが失われて、まあ、いつ行っても何か工事をしているなという感じ。 でしたこ,れこのついこの間なんですが、まあ、ようやくこの新しいホテルが開業したと思ったら、こっちにもまた別のホテルを建て始めているという状況になっています。であのかつては美しい街並みがあったということを、伊吹博さんという五条坂にお住まいの方がお残しになられました、えー、上の方があが北側、これは今も残っているはずなんですね。 あのだいぶは抜けになりましたが、南側、これは1945年に強制疎開で失われてしまった町並みということになります。今現在、この残っていた北側がどうなっているのかというのを簡単に見ますと、Google Earth の図ですけれども、まあ、あのいくつか町屋は残ってますけども、かなりこう、はぬけになってきているし、あのビルにもなってきている。あの江戸時代以来の五条坂の問屋街の名残は、 あの若干はありますけれども、かなりこう、風前の乏しみになっていると。で、表の街な街通りだけがなくなるんじゃなくて、この裏にあったさまざまな道具類、登り窯、それらも一緒に今、失われていっているという状況にあります。で、あのここから五条坂京焼登り窯の説明に入りますが、五条坂京焼登り窯は1909年に京都陶磁器合事会社っていう粟田焼の記事を あ,のするあ,のあ,あ田焼きの業者なんですが、そこが粟田焼きの生地を調整するためにわたではなくて、わざわざ五条坂に東西の2基の上り窯を築造します。でその東の窯と西の窯、2つになりますけれども、西の窯は京都最大というふうに言われた時期があります。で1943年にあの会社統制法その他によって振り平養業に移されて、あのその後振り平養業 がフリキュラ陶芸と変わっていきますけれども、そこの持ち物として移管されていく形になります。で、1944年から45年の間に、マルロー陶器というものを焼くために、西の釜を壊し、石炭釜、いわゆるロゴー生ョ釜を築造します。で、ここで西の釜がなくなってしまう。 東ののだけがその後もずっとと続くということになりますでこの石炭窯は1957年の図面に,には存在するんですがその後電気窯の設置に伴い撤去されたと思われます。で東の窯は1968年の3月に操業を停止します。これは上り窯全体が、あのー、停止する。 のと大体気をいつにしますので、おそらくこのロゴー照星窯もこの頃に電気窯に置き換わるのだろうなというふうな推測をしています。で、ロゴー、ロゴー投というのはこういうものですが、ロケット燃料の生成装置で戦時中に作られたあの、まあ、あの戦,戦時中の異物ということになります。で、金次郎の像もあのそ,のそれに絡むものになりますが、で、あのこれ、昔の図面に えー、1957年の測量図のものを赤で入れて、今の図と昔の図がちょっとごちゃごちゃになってしまって、非常に見にくいですけれども、赤の線が1957年の建物だと思ってください。で、あのこの青の線は発掘図と昔の図面から復元した西の窯で、これ、東の窯現存します方向がちょっとずれているのがあの、これはちょっと謎がありますけれども、昔はおそらくあの縦にきれいに並んでたんだろうなというふうに思います。 で大事なのは西の釜、これを壊して、ここに石炭釜を作る、まあ、小さいですが、あのこういったものを作るという形になります。で、この部分とこの部分の発掘をしております。で、これちょっと今の地図とあの東西がちょっと入れ替わってますけれども、西の釜と東の釜があり、こう、山なりに、縦列に並んでいたというふうな推測がされています。で こういった東西2基に並んだ窯ていうのは今、京駅の中ではなくて、全国的にもないんですが、連築というふうな言葉が文書の中にありますので、おそらくこの連築なんだろうと。で、この連築っていうものを出しているのは、波田の窯元です。金鉱山宗兵と泰山与兵、それと安田源七なんですね。安田源七はここにも連築を作ることになると、2カ所から3カ所になったんだろうというふうに思います。時間がないので飛ばしますが、こういった文書がある。 でそこから分からるんですけれどもであの明治の初年まではこういった単独の鎌であっただろうと思われます。で金鉱山荘での登り釜も都の先駆けに載ってますけれども、この段階でもやっぱり単体であるか、もしくはこれ以外に2つ、あのまた別の鎌があったのかもしれません。であの地形を無視してこういった。 なんて言いますかね石垣とかを積み上げて上り窯を続くっていうのはこれは五条坂でも粟田でも同じなんだなということはよく分かります。であのそういった前提の中であの五条坂京焼上り窯の上り窯の 3D についてはもう前にも報告してますのでこれはの置いときましてその周りのあの 3D をやったということを報告をさせていただきますがあのこれ 釜の中に置いてあったヤバ鉢を全部出してきれいにして中撮影させていただいているんですが14ミリの超広角レンズで撮ってもまあこれだけしか写りません、まあ。ですが焼き色が非常によくわかるので釜がどんなふうに使われたかという説明するにはこれは非常に重要な写真にはりま なってきますがあの、引きがないためにあのちゃんとした写真が撮れなくて、あの図面もなかなか正確に撮るのが難しいという状況ですがあの、メタシャイプでこういった合成図を作っていくと非常に精密な図になってきます。断面図も自由自在にどこで,でも切れるというふうになって非常に便利になりました。で、ちょっとここでは分かりにくいですが、これ実は歪んでて、これがぐーっとこうあの、熱で歪んでだんだん ダメになっててていいくく様子を表してくれていますでこういった写真もあの引きがありませんので撮れるものではないんですが、オルソー画像であの撮れてあの詳細な観察ができるようになります。個別のテクスチャーについてはあの写真の方がはるかに綺麗なんですがあの、全体を観察する上ではこういったあのオルソー画像というのは非常に有効なものになるかなと思います。でいちいち説明すると時間がないので、4行の中ではこの使用痕跡の観 確認っていうのが非常に重要で、それをこう、俯瞰できちっと確認できるというのは非常に便利なことになります。現地でやればいいことなんですけれども、現地から離れても、あのこのオルソ画像でできてくるということです。で、まあ、あと、ちょっといろいろ発掘してます。発掘のデータも、あの、オルソ画像でやっていきますが、あ、あすいません。 これもオルソ画像ですので、平面図と同じ形になりますが、おそらく西の釜の痕跡がこれであろうというふうなことは前の報告でも言ってたんですが、今回新たに分かったことっていうのは、実は、こう、この、これに対して、これちょっとな斜めになってしまってたんですね、やや曲がってる、あれ、なんでだろうなと思ってて、いろいろ確認していくと。 こちら側に火葬の,の方から別の基礎が出てきまして、これがおそらく石炭釜の壁だろうと。で、こっち側については別のトレンチがありまして、そこで方向を確認しています。そうすると、これとこれが合ってしまうんですね。あこの部分だけは昔の西の釜なんだけど、この部分については全部ちょっと入れ替えられてるんだなということが分かってきました。で限定的な調査であの 柱から6 0センチ以内を掘るなとか、いろんなあの条件がありましたのであの、非常に不自然な掘り方をしていますけれども、掘れるところをできるだけ掘ったところです。でこの赤い線と青い線の断面図をちょっと作っていって、移行の,の状況を確認します。で手作業で図面を取るという伝統的なこともやりながら、断面図を作っていって、ここで説明できるしやすくなりますけれども、一番最初は ここに多分西の釜の核液があっただろう。これは途中でここ書いたりもしますけど、2番目、ここ、ちょっとこれでは見にくいですが、この仮想は非常に黒い層があって、どうも一旦石炭釜は作るんだけれども、石炭釜をまた埋めて別の石炭窯を作っている可能性が高いです。で、さらにあの石炭窯が、新しい石炭窯が作られて、イカ面が。 あの何,何枚かはで、できるとで4番目、ここに硬い面があって、4番目と5番目は多分同じなんですが、こうつながっていて、ここと絡むあの別の窯が、石炭窯の上に、西の窯の一部を活用した別の窯が存在したということが分かってきて、何度もこ同じ場所で窯を作られてるんだなということが分かって、あのー、面白かったところです。で、工房についてはこんな形でいろんなところを撮影して、 あのこれまだ部分的にしか作ってなくて、屋根が全部くっついてないとか、外側からも撮影したのはくっついてないという課題があるんですけれども、あの非常にこうわかりやすいあの、提示しやすい状況が出てきました。で この,この傾斜は実は東の釜の傾斜です。で、こちら側もちょっと傾斜してますが、これは本来の西の釜の傾斜がそのまま残ってます。西の釜も東の釜も入れるサやバチが隣にあって、本来ここもサやバチ済みだったはずなんですけどもあの、備えられていただろうということが復元ができます。で、これについてはあの危険なので、サやバチをずいぶん減らしたんですね。いっぱいいっぱい天井までサやバチがカンカンに詰まっていた状況で、今、だいぶ減っている状況です。 で、裏場という作業場の方についても 3D でやりましたが、これ長さが20メートル以上あるところを真横から取れているということです。斜めからもあのいろんな形で切って見れるので、情報量としてはあの非常にこう多くなったなというふうには思います。で、 あのああこれで記録が残ってよかったなというふうに思ってたんですが、実は昨年の暮れに甲賀市の信楽のき行ってくる行きますと、県の指定文化財として登り窯が2基指定されているんですね。で、縦看板を見ると、丸又釜と丸吉釜というこの2つがあって、丸吉釜というのは非常によく残ってた。丸又釜も非常によく残っている。丸又釜は今でもちゃんと残っている。で丸吉窯については あの見るも無残な状態で崩れていて、これ、草が生えてますけど、多分この下残ってますので、残像部分の記録が喫緊の課題になるかなというふうに思って、これこそ 3D を早くやったほうがいいなというふうに思われました。 でそうこうするうちにまた院生の方からもあの福山の方にもっと危険な窯があるということであのこの間 3D でやってきましたけれどもあの京焼も確かに危険なんですけれども全国ではまだまだいっぱいあるんだなということでとてもあのまだ追いついていない状況に。 なっていますでちょっと時間なくてまとめますが、一応あの、京焼きの森窯の保存と活用のために3次元計測を行ってきましたで。発掘現場では急速に普及しており、特に目新しい技術ではなくなりつつあります。でただし、現状ではそのデータを2次元に落として利用している段階になりますこれをどううやってて次次元のののデータとして活用できるかっていうのが次の課題になります。 で急速に変容しつつある五条坂や京都にとって、精密な記録ず作りは、きつの課題になるだろうと思います。で工房の 3D モデルは、生産の場のリアルな記録として、従来の記録写真や図面を超える情報量を持ちますので、これはこれであの十分意味があるのかなというふうには思い始めているところです。で,ですがあの、さっきも紹介したように、全国各地にはさらに緊急度合いが高い上り窯が確認されて おります、まあ、あの福山市の友皿山窯っというのは、もう崩落が現在進行中で、なんとか止めるためにシートをったりとかいろんなこともしてきましたけれども、もうちょっと風前の灯火の状態です。で、滋賀県では県の指定史跡が崩落したまま放置されている状態もありますので。 こういったことをあのきちっと、せめて記録だけでも取ろうということであの、写真で記録を残していくということは有効な助けになるのかなというふうに思います。で、登り窯については、まだこういった 3D があのデータベース、紹介された例がそんなないと思うんですけども、岡山県の備前市が、天保窯の 3D モデルをあのスケッチパブであの紹介をしていますしあの、こちらの町おこし協力隊の方が非常にこう先進的な事例として、一般の方が使いやすい、あの データを公開されていますので、そういったものを見習いながら、あるいはあの田中聡先生の,あの投資図の技術もぜひ、栄養していただきながら、あの次にあの近いうちに公開ができたらなというふうなことを考えております。すいいまままません時間がが来てししまましたたありがとうございました はい、ありがとうございました。えっ、ー、と持ち時間がいっぱいになっておりますので、えー、すいませんが、質疑応答の時間はえっ、ー、と割愛させていただきます。ありがとうございました。はい、どうもすいませんでした。<laughs> 失礼します。